はーい、ちっちゃいみんな、こんにちは。今日はアリケンのクリエイターサポートを教えるよ。アリケンのクリエイターサポートをすると、アリケンの体重が1人につき1キロ増えるよ。クリエイターサポートの ID は簡単。ARIKEN。N は1個、アリケンで入れてね。そしたらアリケンが太りすぎて爆発するよ。3、2、1、ドーン！それでは第4試合、行ってみましょう。今回ワイルドホークを応援させていきたいと思います。うますぎー、うますぎる。なんでその判断できんの。いやうまいね、うまいやるね、うますぎやるね。しかもこれハイグラ、絶対落ちないハイグラで戻りだ。これは来たんじゃないですか、ワイルドホークたち。マジでさあ、ハイグラからワイルドホーク、さあ4試合目でやっと見えてきたビクロイの目。ハイを存分に使ってね、順位上げまくりたいですね。そうね、さあワイルドホーク残り15パーティー、これ自然も42枚。さあどこでキルを取っていきたい。サバシンガンのオートエイムが見てみたい。さあメイシーフィッシュも敵を倒している。さあワイルドホーク、明日のためにいい順位を取らないといけない。さあここでまとまったポイントを稼がなきゃ明日もしんどくなってしまう。さあここでビクロイできればめちゃめちゃ美味しいです。さあ目の前にはコヨタ。さあワイルドホークたち、ハイグラからさあラギスがクジャクを落としている。キルは取られてしまう。さあワイルドホーク残り4パーティー、下は欠けてるぞ。さあ上から来てるぞ、しっかりマシロも落としていきたい。だがここはさあマシロも引いているが、ワイルドホークから逃げられない。さあこれローグラ落ちてしまったが、これワイルドホーク大丈夫か。さあアンチがユーチューベがいる。フラムとワイホー、ここは2人でショットガン当ててビクロイ。さあペポルナがまだ生き残っている。いいぞ。さあ現在134、これ1位じゃない今かな。いやシャモキーたちが135だね、うん。さあいや同点になったぞ、同点になったぞ。さあどっちが、全然ある。さあどっちがここから1位に躍り出る。お互い追い越しキャンになりますね。そうね、スパイダーマン2人とも持ってる。 いいですよ。いいね、いいね、資材もだいぶ温存できるし、しかもこれあのルナ進行じゃないペポがこんだけ現在持ってるんで、ただルナかもっと持ってるはずで。うまい。さあキロと、うわーシンクが、頑張れシンクあるよ。さあ、ルナも41。さあ、シンク。さあ、これはシンクを倒しに行っている。さあ、ローグラでしっかりとワンボックスやって。キルポもしっかり狙っている。さあ、いつまででも攻めの姿勢を崩さない。さあ、ペポからローグラでファイヤーが逃げてる間、上ではボットとマイスターがシフォンを追い詰めている。さあ、マイスターシフォンを倒せるか。さあ、上ではドッキンさんとアルビドさんが覗いている。上もローがワンチャンされてる。やばい、やばい。えこれできたらペポのカバー入ってるよ。ペポのカバー、いや、うますぎこの連携、この連携うますぎ。これはいいですね。いや、この連携うまいわ。さあ目の前に逃げ遅れたファイヤー。さあこれはルナと、ここでさあ倒しに行く。さあファイヤーの資材が欲しいね。そうですね、ローを倒したいですね。さあ目の前進んでいってファイヤーが逃げてるところにさあ突っ込んでいきたいが、さあ残り資材がない。さあ目の前にはファイヤー。さあ気づいていないルナ。さあルナペポ8キルしてるぞ、152ポイント。さあ目の前しっかりペポが落として、さあ逃げ遅れてるファイヤー、ワンボックス。さあファイヤーまだ逃げる。さあ上からアルベトとドキンが落ちてくる。ファイヤーを出して残り 2v2。 本日2回目のビクロイあるか。回復勝負にはなんなそうですね、戦いそうです。うわ、うますぎ。そしてルナがかき入れてる間ペポの資材がなくなってしまった。さあドキンさんがペポを追い詰めてる中、上からしっかり車線通して本日2度目のビクトリーロイヤル。さあお互いスパイダーマン、いやマウフィンがスパイダーマン持ってるので移動はできる。さあ残り人数26人。さあマウフィンが移動してアクチュアリーにしっかりつなげている。いいですね。さあいいですね。さあマフィンポイント稼ぐことができるのか。さあ全然ワンチャイル。さあ目の前しっかり、さあサブマシンガンで圧を加えて、さあリムルがアンチ移動。さあそして今度はマフィンがアンチ移動。ここの強さここにありますよね。お互いがキルを取りに行けるし、お互いがアンチ進行できる。そうなんです。最高の状態で最高のタイミングで最高の瞬間にアンチ移動とキルができる。それがこのチームの強み。さあ上からアサルトライフルの射線を食らってしまったマフィン。ここは一度落ち着いて周りを固めます。さあコーンさん、ここからマフィンたちは勝つことができるでしょうか。いやあると思いますね。
あると思うさ。伝説の予想師コーンさんに勝つと思うと言われたマフィン。さあこれはいい目がついたぞ。さあマフィンはしっかりと資材を温存した状態で移動しています。さあワンボックス、さあ連射ショットガンのいいところ、グダってもさあ余裕で倒すことができる。さあそして援護に来たジョザをリムルが倒している。さあここで2キルゲット、134ポイントになった。さあデカポを飲む時間が欲しいが、ここのキルがあまりにもデカすぎる。資材も140、残り人数16人。ハイクラを狙っていますね。そうですね、いいですよ。さあマフィン、これは上の人たち気づいてませんよ。これ見てないし、ケアもしてない。さあしかも落ちて、さあ1人でリムルが倒した。さあマフィンがハイクラ取って、リムルも目の前の敵倒している。さあこれマフィンハイクラ取りましたよ。素晴らしいですね。高すぎるな。でも少し、そうですね、しかしこのタイミングのハイグラめちゃめちゃ美味しい。資材もあるのでここは1段6段ザどんどん下げていく。残り11パーティー、おそらくお互いリフレッシュしたのでまあまあ残ってる。おお、めちゃくちゃある。リムル君がそうですね、89、そしてアクチャリーリムルが79。さあ上からキルを取っていけ。さあマフィーたち最後の最後にビクロやるか。だんだんも十分打ち続けます、ローグラを。そうですね、サブマシンが残り200発、まだまだ撃てる。これ勝てるぞ。いいですね、圧倒的に有利だと思いますねこれ。さあリムルも上から撃って300発もある。さあ目の前、さあしっかりと甘いない。さあ資材を取りたいが、これは見えているか。さあ木を取って、さあ10個100個増えました。うまいねこれは。さあハイグラを取って残り5人。さあそしてゼータラギスも生き残っている。さあリムル強気に倒しにくい、うますぎる。ハイグラさん倒して、さあ無理エディットでしっかりと倒して、さあ目の前ネクサスの、さあザジが1人 2v1。 いやもう 1v2 じゃないこれ、ワンブイツーだ。さあ目の前のザジを倒せばラストマッチ、ビクロイで明日への切符を120ダメージ取って、ザジで倒して、うまいね。これは2位なんじゃない。2位でしょう。さあラスト試合、マウフィンとリムルがまさかの1位。俺らはいるぞと意思表示、爪痕を残してデイ2に進出です。さあそれでは、さあ1日目デイ1グランドファイナル、賞金300万、1人150万をかけた戦い、1日目のセッションランキングはこちら。おー、1位ペポルナ。マウフィンたち最後の最後にビクトリーロイヤル、最後9キル1位で一気に170ポイントで明日への切符を2位で進出しました。おめでとうございます。これは明日にも期待ですね。シャモキーが150、シャモキーたちも安定性が抜群。はい、ってことで、FNCS グランドファイナルデイ1が終わるということで、皆さんデイ2明日同じ時間です。グランドファイナル一体どこが勝つのか皆さん楽しみにして今日は眠ってください。それじゃあまた、最後はコメント欄またらで埋めてください。一緒に見てくれた TS コンさんありがとうございます。それじゃあお疲れ様でした。またな、バイバーイ。